あら、もしやあなたはわらわの恩師様でしょうか。これからどうぞよろしくお願いいたしますね。お帰りなさいませ、恩師様。あなたがわざわざ足を運んでくださったのですから、待つことなぞわらわにとって大した徒労ではございませんわ。寒さよりも暑さの方がわらわは快適だ。晩の影が過ぎればすべて塵と化す。わらわの姿はあなたの期待したものになっているか。わらわのこんな疲れた姿をあなたには見せたくありませんでした。あなたのそばにいることができたら、わらわはもっと早く回復できるかもしれませんね。このような小悪魔、恐るるに足らず。油断したわ。恩師様、秋深いもみじをご覧になってどう思われました？もみじの最も美しい瞬間は上落して葉が散る時でしょうね。恩師様は脆い胡蝶たちが強い翼を欲していると思いますか？こんな小ずるい手段ではわらわの興味をそそるにはとても足りぬ。運が良かっただけですからね。贈り物？やはり恩師様はわらわのことが気になっているのですね。